皆さんこんにちは、フラッシュ兄さんです。今日は1月のクエストレベル15に挑戦するよ。これは無一郎を3体使ったパーティーを組んでいくよ。でも無一郎は鬼滅コラボガチャをやったけど2体出て無一文になってしまったので1体はフレンドから借りるよ。フレンドは10コンボ強化もしくは無効貫通の潜在覚醒を持っている無一郎を選ぶといいと思うよ。それではパーティーを紹介していくよ。まずリーダーはわだつみ&やまつ。これはとっても強いリーダーでコンボ加算もついてるよ。そしてアシストはスパイダーマン武器、暗闇とスキム、操作負荷耐性を持っているのでこちらを採用してる。わだつみは交換所で交換できるから絶対に交換しようね。続いてロイヤルオーカーのノーチャス。こちらはアシスト無効潜在をつける。これは L 字でアシスト無効が回復できるよ。そしてロイヤルオークは久々に登場だけどとっても強いのでぜひ見てほしい。そしてアシストのアワリンのスキルはボスの1個手前で大爆発するのでこれは最後まで貯めておこうね。続いてエアクル。これはヒットポイントがとっても高くて覚醒無効消せない、それからバインド回復の役目を持っているよ。アシストは10連ガチャドラがつけてある。これは雲耐性、スキム、チーム HP 強化があるのでこちらを選んだよ。無一郎は炭治郎武器を装備している。無一郎は32ターンで変身なのでスキムがいっぱいついてないとなかなか変身できないのでスキムが2個ついてる炭治郎武器を選んだよ。これは無効貫通もついてるから強くなるからいいよね。お邪魔と毒耐性は完全ではないけどこれは無一郎のスキルでなんとかなるからこれで挑戦してみよう。さあ挑戦する。いい加減にしろよ、クソ野郎が。3人変身させる。そうすると、いい加減にしろよ、クソ野郎が。2段変身を行えると。このターンだけで全部変身が完了するよ。いい加減にしろよ、クソ野郎が。それにしても口が悪いね。76になってるので、あるやつをかぶせば助けられる。スキム箇所、これは無一郎のスキルを使って無効貫通を組んでいこう。そうするとコンボ加算されるので大ダメージを与えることができるね。さあ続いて第3回層。おっと突然乱入ドラゴンが出てくるよ。この場合このままだと即死なのでエアクルは半減スキルを持ってるよね。スキム箇所、ここはダメージ回復と無効回復の回復がいいよ。超特大ダメージが来るけど大丈夫。スキム箇所。
無一郎のスキルを打って助けていこう。さあ続いて隙間箇所太陽カット、これは普通に無一郎のスキルでループさせて無効貫通を組んでいこう。覚醒スキルが、覚醒無効スキルが溜まってないときはマイナスの回復ドロップをないやつを消していかないと回復できないので、マイナスがついてないドロップを必ず消していこう。ここも必ずマイナスがついていない回復ドロップを4つ消しを必ず入れていかないと体力回復しないぞ。隙間箇所スキルが半分まで行くとアシスト無効をしてくるので L 字を組んで回復しよう。これはロイヤルノーチャスに覚醒をつけているので回復できるんだ。で L 字を組んで回復しながら押しつけていこう。さあ突破だ。さあ第6階層、ここは普通にクリアできるね。隙間箇所をつけておかないと離脱されるので、リーダーには離脱耐性をつけておこうね。隙間箇所爆弾や毒は大体ルーティンでドロップを作ってクリアしたので大体は解除する。さあここはとっても硬いので1回じゃ倒せないので何回もかけてダメージを与えていこう。ここは覚醒無効を打ってくるけど、ここは別に解除スキルを打たなくても大丈夫だよ。でも念のため打っておこうね。
そりゃ消せないの。スキルが溜まっていないから済む場合があるので、スキルダメができるところはスキルダメをできるだけやっていこうね。進化場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 。
そして16階層。今回のガイアは火、水、木のどれかを消せなくしてくるので、水か木を消せなくされた時は回復できないと詰んでしまうので必ず回復しよう。今回は火なので大丈夫だったよ。でももしパーティーに余裕があったら超暗闇対策十字のアシストとかをつけておくと便利かもしれないね。さあ突破。そして17階層。そしてこいつはボスの一歩手前だけど、ワンパンで倒せないと即時ダメージを打ってくるので必ずワンパンで倒さないとダメなんだ。そのため今まで貯めていたスキルを一気に解放するよ。まずは和田君の上限解放60億、そしてロイヤルオークに貯めていたアバリンのスキルで水属性攻撃5倍、そして3ターンヘイストを打つ。そうすると無一郎が何人も打てるようになるので2人上限解放をしていくよ。そうすると和田摘みと無一郎2人で3人が上限解放の火力を出すことができるよ。見てくれこの強化力。60億の超火力でワンパンだ。そしてボスだ。ボスはそんなに大変ではないよ。落ち着いて慎重にスキルを使って倒していけば倒せるよ。そして毒をこんなにやらせても無一郎のスキルでほとんど消すことができるね。無一郎は12秒固定なので時間を短縮されても効かないよ。そして最後は総攻撃。全員のスキルを解放して超火力で倒していこう。まあロイヤルオークも撃てて上限解放できたんだけど、ちょっと忘れてたけど、まあ大丈夫でしょう。加勝それでは最後は総攻撃しておしまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。